の神谷です。今回ご紹介します新商品はこちら、じゃじゃん、ビーレジェンドプロテインおしるこでございます。ついにですね、ビーレジェンドはもう本当にいろんな商品出してるわけなんですが、もうね、禁断の果実に手を出してしまいましたよ。僕はまあ、今年45になるんですけど、小学校の時にね、よくこう朝ね、冬場こういう今みたいな寒い時期にこのカップのおしるこあるじゃないですか、市販されてる白いやつね、あのカップのおしるこにお湯を入れて朝ね、食べて小学校とか行くの嬉しかったんですよ。で、あのおしるこの味をね、何としても再現したいという無茶ぶりにですね、こう工場の方が答えてくれてですね、結構これ実はね、2年かかったんですよ。去年もね、ちょっとやってみようかなと思って手配したりしたんですけど、結局できなくて、で、この冬になんとか間に合いました。本当だったら11月とか12月に出すのが良かったんだと思うんですけど、まあなんとか今ね、この1月に入ってからなんですが、出すことができます。で、まあ、ちょっとね、紹介していきたいんですが、まず当然お水ではございません、お湯でございます。わかるかな、こうちょっと今湯気立ってるからわかるかな、こんな感じでね。で、ホエプロテインです。ホエプロテイン、ぜひね、一度飲んでみてください。これもう僕が説明するよりもね、飲んでもらう方がいいと思います。あのね、これちょっとすごいですよ。裏面見てください、ほら、でーん、なんかついてますね、なんかついてますよ、これ。ペリッと剥がしますが、何かというとですね、もうね、Bレジェンドそこまでやるかというふうに、びっくりしてもらえますよ、これは。これなんかわかる？これ。お餅ですよ。お餅。まずちょっともう早速、お餅入れます。お餅はね、先に入れないとダメなんですよ。でこれね、何個入れて大丈夫？ね、1食に対してお餅1個で、お餅を入れるとこんな感じでふわふわとだんだんね、こう柔らかくなってくるわけですよ、熱で。でね、これはね、実はシェイク必要ないんです。これでね、1分半ぐらい置いてもらうともう完全に柔らかくなるんですけど、で、もうこのまま説明をしつつ作っていきますが、中身はなんと、じゃじゃん、わかるかな、ほら、激うまチョコの茶色じゃないですよ、小豆カラーですよ。お湯はだいたい120から150ミリです。で、お湯、ポットのお湯を入れてください。そして、スプーンにすり切り4、5杯なので、まあ、すり切り4杯、あ、5杯入れようか、濃いめが好きなんでね。1、2、3、4、5杯、5杯入れますよね。そしてなんと今までのコンポタとかと一緒でこうやってね混ぜるわけですよ。でね、タンパク質がだいたい4、5杯ぐらい、まあ、4杯ちょっとぐらいで、スプーンで入れるとタンパク質が 20.8g 取れます。で、脂質が 1.5g、 炭水化物は 5.4 です。だから本当にね、普段僕らが飲んでるビーレジェンドともう同じです。ほぼほぼ同じなんだけど、違うのはこうやってスプーンで混ぜ混ぜして、スプーンじゃない、今フォークでやってるけど、こういったものでマグカップとかでね、やってもらったらいいです。例えばお水を入れて、お餅を入れて、でレンジでね、チンして、ホットミルクとか熱燗とか作るようなレンジありますよね、あれなんていうのかな、それ洗濯するとこありますよね、ああいうのでやってもらうと、もうあったかくなると思います。うわ、めっちゃできてきた、ほらこんな感じでね、ほら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 、お餅、ほらちょっととろっとしてるの分かる？ちょっと飲んでみますね。お餅は後の楽しみで、ちょっと垂れそうだな。いただきます。ああ、うまいわ。うまい！今回、前回も忘れてたんだけどね。
今回もあまりのうまさに忘れた。あ、うまい。また忘れてた。あのね、さっき説明した通り、小学校の時に食べた飲んだあのお汁粉のあの感じね。じゃあお餅もいただきます。あ、なんか芯の部分ちょっと硬い。うん、でもお餅、口の中にお餅入れてお汁粉を飲む。皆さんの方で味わってみてください。それではまたお会いしましょう。